気品あふれた顔立ちに華やかな振袖をまとったひな人形。岡山城で桃の節句を前に毎年この時期に行われているひな人形の展示です。天守には由緒あるひな人形4組が並んでいます。こちらは江戸時代中期に作られたとされるひな人形です。一つ一つの高さが40センチ以上で、1700年代に流行しました。一方こちらは昭和の中期に作られた御殿飾りと呼ばれるもので、中を覗くと小さなひな人形を見ることができます。江戸時代のものから昭和の中期頃までのひな人形たちを展示しておりますので、その変化だったり違いというものを注目してもらいたいなと思います。この展示は来月22日まで行われ、期間中ひな衣装を着て記念撮影できるブースなども設けられる予定です。